皆さん、こんにちは。レックス専任講師の友築です。さて、今回はですね、はい、えー、2024年合格目標、えー、友築正宏の宅建詞オールインワン攻略講座というですね、えー、こちらの講座のですね、まあ、プロモーションといいますか、えー、宣伝といいますか、まあ、そういった動画となっております。はい、えー。こちらなんですけれども、毎年、えー、やっている道場でですね、はい、今年も開校しますよということなんですけれども、 えー、まずですね、日程なんですけれども、生講義の方がですね、はい。えー、9月の、まあ、月曜日ですね。はい。えー、9月中の月曜日の、ね、4回使いまして。はい、えー。19時15分から21時45分まで、新宿、エルタワー本校の方で。ただですね、まあ、こちらね、えー、この時間、えー、この新宿に来るのはきついという方もいらっしゃるということで、はい。こちらですね、ズームの方も、 ね、えー、昨年ぐらいからかな、えー、ね、やってるんですけれども、はい。こちらです。えー、9月30日、10月3日、えー、10月7日、えー、10月10日というですね。はい。もう本当に10月の10日ですから、結構試験の直前ですね。はい。えー、試験の直前期にですね、z o ズームの方もですね、 はい。合わせて行っておりますので。まあ、新宿遠いよとかですね、えー。まあ別に遠くはないんだけど、この日程はちょっと来られないよっていう方はですね。まあこちらのズームとか。あとは、えーとまあ、両方来られないというふうにしても、あの、WebDVD の、えー、通信の方もありますので、えー、通信の方も、えー、ご検討いただければというふうに思います。えー、ですので、まあえー、通学でも、ズームでも。 はい。通信でも、えー、受けられるという講座になっておりますけれども、まあ、このオールインワン講座、何をやるんですかと、えー、いうことなんですけれども、はい。こちら、オールインワン攻略講座ですね、えっ、ー、と、昨年のテキストをちょっと持ってきました。えっ、ー、と、今年はまだですね、えー、ちょっと、この動画を撮ってる時点ではですね、まあ、まだテキスト完成してないので、えー、ちょっと、昨年のテキストを持ってきたって感じなんですけれども、まずですね、はい。えー、大体全体としてはですね、 えー、まあ、1回目で権利関係。で、2回目で宅権業法。で、3回目で、えー、法令上の制限。で、それから4回目がですね、税価格と、まあ、あとは、えー、法改正とか、あとは、判決文問題とかですね。えー、そういった問題を扱っていくということになっていきますけれども、あのー、この問題もですね、ただの知識の暗記の問題じゃなくて、まあ、ちょっと考える問題ですね。えー ま、ただ単に、じゃあこれ知ってますかはい、こうですよっていうですね。えー、その、知ってれば解けるっていう問題じゃなくて、ちょっと考えなければ解けない問題っていうものを中心に扱っていきます。ですので、いやーなんか基礎的な知識っていうのは覚えたんだけど、どうにも点数が伸びないという方、ね、えー、ぜひおすすめでございます。これ、 やっぱり分かれ道なんですよね。基礎的な知識を身につけたのに、なぜか解けないっていう風になってくると、ここで勉強の仕方ってずれてしまう場合があるんです。それは何かって言ったらば、あ、この知識を使えるようにならなければいけないんだなって考えちゃう人と、考え、考えちゃうって考えてほしいんですけど、考える人と、あとはですね、 知識足りないんだ。もっと細かい知識まで覚えなきゃダメなんだっていうふうに誤解してしまう人と、やっぱり大きく二つに分かれてしまうんですね。まあ、ある意味本当に合否の分かれ目っていうところになるわけです。で、どん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 そうね、えー、細かい知識、細かい知識、細かい知識っていうふうになってくると、まあ、知識なんてもある意味では、そこがないものですから、もう追い求めればどこまででも行ってしまうっていうですね、そういうことになるわけですよ。で、そうすると、 どこまでやっていいのか全然わからないっていう風になって、まあ不安だけが増してしまうってことにもなりかねないわけですね。実は足りてないのは知識量ではなくて、その知識の運用の仕方、使い方、考え方、問題の解き方、そういったところに抜けがある。だから点数が伸び悩むという方が非常に多いんですね。で、そこをなんとかしてしまおうというのがですね、はい、このオールインワン攻略講座の、まあ、趣旨ということになります。 だ暗記はしたよと。ね。暗記はしたんだけども、点数伸びていかないよと。なんでだろうっていう風になった時に、あ、思考力とか、まあ、あとは、ね、よく言われる読解力とか、ね、そういったものをちょっと鍛えていきましょうよという講座になっております。はい。でもその話を聞くと、え、ちょっと待ってください。だったらば、まあ、ちょっとタイトル違いませんかと。オールインワンって書いてありますよねえ、全部が入ってるんじゃないんですかと。 えー、いうふうにね、えー、思う方もいらっしゃると思います。はい。実はですね、こちら、まあ、先ほどね、えー、テキストがあって話をしましたけれども、こちらですね、昨年のテキストこ結構、結構、この分厚いんですよ。はい。ね、えー、昨年のテキストだとですね、全部で何ページあるのかって言ったら、240ページも、えー、このホールインワンのテキストあるんですけれども、実は半分以上が付録です。はい。えー、実は付録になっていてですね、 えー、どういう付録がついてるのか。まあ、あくまでこれは昨年版の付録なんですけれども、まあ、こんな感じの付録がついていますよということで。 はい。えー、ですから、付録ですので、まあ、講義の中では扱わないので、えー、自習課題みたいな感じになるんですけども、まあ、まずは、えー、重要数字コレクションということで、はい。まあ、数字を覚えるためのツールですね。はい。まあ、こういったようなんですね、えー、ものが、おついております。はい。例えばね、えー、こんな感じでね、えー、数字入れられますよとかですね。まあ、数字だけじゃなくてですね、はい。えー、例えば数字の前後ですね、えー、いつから、 例えば、2週間以内とかね、えー。そういう感じのいつからっていう、こう、記算点とかも一緒に学べるようになっております。はい。で、あとはですね、こちらが、はい。えー、重説過去問集というふうにあるんですけども、まあ、いわゆる重要事項説明、えー、これも結構覚えるの大変ですよね。ということで、 項目ごとに、えー、並べてみましたということで。例えば、まあ今ちょっとここで、えー、見てるのが、まあ、A の2って書いてあるんですけど、えー、実はこの A の2番っていうのは、まあ、いわゆるその、ね、えーまあ、水道電気とかですね、えー、そういったもの、ガスとかね、えー、そういった絡みの問題という形で、じゃあ項目ごとにこう、一問一答で集めてあるんですよ。で、そうすると、 まあ、えー、一気に解けば覚えますよね。で、そして覚えるだけじゃなくて、じゃあそれがどういう形で問題に出ているのかっていうのも、まあこうやって問題解いていくと、あ、この項目ってこういう風な引っ掛けで出るのかっていうのも見えてくると思うので、これなかなか項目別に並べ替えている問題集っていうのはないので、はい。えー、ですので、まあこれもね、えー 重要事項説明のやつを覚えるっていうのにかなり力を発揮するのではないかと、えー、いうことになるわけです。はい。で、そしてですね、あとはオリジナルのまとめですね、えー、知識みたいなものを、知識で覚えなければいけないものをここで一気にまとめていきましょうという形になります。ですので、はい。そう。えー、何がオールインワンか大体ご理解いただけましたでしょうかね。はい。えー、知識は付録で。 はい。で、そして、考え方とか、あとは、まあ、混乱しそうなものですね。あとは、宅研業法のね、えー、まあ、例えば、免許と宅研士とか、営業保証金とか、連業務保証金とか、こういうね、ね、えー、混乱してしまいそうなものとか、そういう、ただの知識の暗記でいかないものを講義で、という形で、そう、実は、付録と講義と合わせて、 すべてを含めましたという、そういう意味のオールインワン講座ということになります。ですので、知識面に関しては、付録、テキストのこの付録の方で補っていく。講義の方では、ひたすらその知識以外のところをですね、しっかりとね、学習していく。まあ、この両面から攻めていく、そういう講座になっております。はい。何、えー、としてもですね、合格点を。 超えたい、えー、そういう方のための講座ということになっておりますので、えー、ね、まあ本当に、いやーなんかね、えー、自分的に頑張ってるつもりなんだけども、伸び悩んでるんだよな、とかね、はい。えー、そもそもね、まあちょっと、重要事項説明とかも、まあ覚えなきゃ覚えなきゃって言ってもなかなか覚えるチャンスないんだよな、数字とかなかなか覚えられないんだよな、とかね、えー、そういうね、 はい。えー、ものに全部お答えできる。まあそういう講座になっておりますので、ぜひこちらの方ご検討をお願いいたします。ということで。はい。えー、ね。まあこのオールインワン攻略講座。はい。もう直前期の強力なツールになりますので、ぜひね、えー、こちら。 まあ、通学、もしくは、Zoom、えー、もしくは通信、えー、こちらのオールインワン講座の方で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。それではですね、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、それでは、今度は、オールインワン攻略講座の本編の方でお会いしたいと思います。皆さんどうも、お疲れ様でした。